まずグローバルリングで初めてヤマハさんと一緒にですね共演したわけです。野外で我々はいつも非常に音のバランス難しい中でやってきましたけれども、演奏した時にですねお客様には非常にこの空間がですね屋外と思えないような素晴らしい響きがある、そこの新しい空間をつなげる、そういうところの作品をご一緒に作りたいと思ったわけです。今回のイベントではヤマハの AFC イメージっていう技術とこの AFC エンハンスドっていう技術を2つを用いております。その2つの技術を使いまして大ホールと小ホール、リハーサルスタジオ3つをつなぎまして実際演奏していただく方々に同一空間を提供するとともにリアルタイムで一つの音楽を作り上げるということを考えてシステムを作っております。その実際的なリアルな位置関係というのはこれは違うと、その中でさらに高い次元でですねそれぞれがつながることが可能じゃないかと、そのように考えて、この公演を制作いたしました。